ーメン。右京はあのこのアッパーが高さがなくて半分が13フレぐらいなんです。あーそれは強いな。やばい、しゃがみ浮かせられるんすか。あ、もちろん強えだそれ。あーさすがに空振ってると大切りもらっちゃいますよね。ちょっとねリーチが短いのが弱い。あ、おリンゴリンゴ懐かしい懐かしい。リンゴはいくらでも投げれます。あの昔どっかのやり込みの企画にリンゴを1試合に256個投げるっていうプレーがあってあれ結構好きだったんですけどね。んさあサムライスピリッツ、実はあの僕の高校の同級生の HK ってやつが浮世使いだった。あの攻撃の解説やった。攻撃の解説やった。おーっと大切り、よう見た。比較の距離で、ね、技を出すと大切りになっちゃうんです。おお。リーチ長いっすね。あの下段厳重上なんだけど、上がしゃがめないっていうわけのわからない性能を持ってて。はいはいはい、ガードするしかないってことですね。あの最速でジャストみたいな感じでしゃがめるんですけど、それよりすると食らっちゃうんです。あ、食らっちゃう。おお。これガード有利ですね。じゃあツバメ返し行くからツバメ返し出してらいいんじゃないですか。まあただジャストミスると敵込むんで。ああ、なるほどなるほど。そうそう。はい、一つ二つ。まあ空間を落とすと痛いのは 3D 学研基本的なんですね。おお、いきなりどこが入りましたね。あ、そういえば1回ゲージってどういう条件で溜まるんですか。1回ゲージはダメージが溜まると溜まっていって A プラ B プラ K で、まあ怒り爆発するんですけど、で、おお、減った勝負あり。さあ勝負あり、勝ったのゲンジューロー。あ、そういえばメタクズこのゲームすごい練習してなかった。はい、メタちょっとやる。ちょっとあのひたすらあの風神拳打つゲームやる。おっ、あ、じゃあカトンボ向こう。じゃあカトンボ 2P 側行ってください。なんだっけ、ハーマルだ、ハーマル。ここそうそう、左寄せ左寄せ。ただ覇王丸でいいんだよねってどういうことや。はい、じゃあメタクズが覇王丸で、カトンボがバルターですね。バルターは一言で言うと、あのナイトミアプラスラファエルのような受難をちょっと背負ったキャラなんだけど、ただダブルアッパータッチ途中 B がガードハッピー持ってるんで、それでまあなんとかしのぐっていう感じ。なるほどなるほど。エヴァーガード、エヴァーガード、テンプーレッサー、テンプーレッサーのあれをやってくれ。メタがやってんのがまんま三島家です。一言言ったらジン。さあお互い下段を打ち合う展開。ラセツボンで止めろ。46AAB。 さあ旋風レッサーとあれ動画にするぐらい練習してると思ったんですが、やっぱ実践になると決まりにくいですね。出てないようですね。おおおおおお、これが通称バトルっていう、あの
要は鉄拳で最速風神を最速風神キャンセルすること一緒です。テンプレスさんキャンセル、テンプレスさん、そう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 、こっち近く入る、はい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 、あ練習してるなお前、偉いな。サムライ勢にはダマボっていうプレイヤーがいて、あの人がかなり極めてますね。あ練習次第ですね。おダブルアッパーから、あおお危ねえ、横台だ、あー立てない、立てない、3発で死んだ。立て台が入った、立て台。マルタは結構冗談潜りの技が優秀なので、立て台を振られると中断だから、おこれは面白い。勝者よっしゃありがとうございました。旋風レッサーも見せてもらったし割と満足です。あれがだいたい9割ぐらいね、減ってましたからね、メタのコンボだったら9割減ると、まあ、一応ニコニコ動画にメタクズ動画あるんでみんな見てください。はい、ありがとうございます。じゃあ、続いてまあ要するに普通に対戦するのをここで流してるっていう感じなので、ガンガン他のプレイヤーさんも上がってきてください。どうでしょう。じゃあダン君、時和さん、時計さんお願いします。はい、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、靴のままでも構いません、ぜひこのままお上がりください。はい、ありがとうございます。それじゃあぜひ、遊んでください。はい、ありがとうございます。あ、キャラサレで戻って、これ皆さんサムライスピリッツ歴どのぐらいなんですか。これでいいんですか。あ、なるほど、線からほとんど線から、はい、今まで侍のシリーズを遊んだことは、カメラが落ちちゃった、あ、だいたい触ってた、なるほど。大阪君、カメラ落ちちゃった、どうする。え、カメラ、お、カメラ、カメラはね、適当に置いといて、はい、業務連絡サメ後で来てね。HP 側のプレイヤーはまあずーっとカズキを使ってるプレイヤーで、まあ関東のプレイヤーですね。で、この人の連れの、この人の連れの人が漫画 A で名刺を送ってる人です。で、EP 側のプレイヤーは今日わざわざ大阪から来てくれた、関西から来てくれたプレイヤーで、鈴姫使いで、オンラインでは勝利数俺に次いでナンバー2の人ですね。おお、やり込んでますね。じゃああれっすよね、今回のパンフの表紙にはドキドキっすよね。そうですね、もうキャラ鈴姫さんって、あの鈴姫いいですね。いやあれを無料で書いてもらえるのがどんな子だやねんっていう、まあ、あれ持ってトイレ行くしかないです、ね、トイレ行くしかないです、まず。あ、鈴姫は打撃投げを持ってまして、浮かせばとりあえず打撃投げが入ると、すごい簡単なんですね、コンボが。もう打撃投げを入れるキャラ、そう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 、ちゃんとここです。さあ、打撃投げがガードを刺しても不利がないんで、カカーンがないんですよね。だから出し放題、ただ横に弱いんで横に避けられると死んじゃうっていう、そういう。ああ、なるほどなるほど。そういえばカズキって言えば歴代シリーズだとなんかこういう感じの技いっぱい持ってましたけど、はい、自分の頭上に火の玉貯めるやつとか、あ、ありました。火の玉をね、今回貯めれないんですよね。あ、今回貯めないんじゃん。その代わり陸道とか歴代持ってる技のいくつかは持ってるって感じです。はいはいはい。
今回のセンサムでのカズキは本当にジャストキャラで、ジャストがあれば、下段から、はい、そうこれですね、これ中段中段とか下段中段とかがすごく速くてつながると、だからそういうキャラになってます。だから理論値は相当上がるキャラ、そうですね、ジャストミスると結構痛いな。おーっと、はい、弾きからアッパーはこれ確定になります。おお、そう、地上でノーマル連続っていうのは結構でかい。ただ鈴姫はやっぱり、まあ、見た目のまんまなんですけど、攻撃の発生が遅いんで、いかにして近距離をしのぐかにかかってます。あ、でもなんか稼働当初は、はい、近距離戦の 3B が超強いよって。あ、今の技ですね、そうですね、今の技は確かに速いんだけど、リーチがあまりにも短いんで、確かにそうですね。はい、ありがとうございます。もうむしろ やりたかったらこのままガンガンガチっていただいても構いません。 CF さんやる？あ、そういえば CF さんやりたいって言ったけど、どうすか。おっと、ヌ大将登場。おー、なんか2人ともあれっすね、シルエット似てますね。兄弟的な何か。さあ、それではキャラクターセレクト。あ、大将は何使うの。大将キャラ決めてない。一番簡単なのはそのハテナの左にいるやつ。あ、これこれこれ、これが波動拳 A と 2A だけで飯が食える。波動 A と 2A で飯を食う。波動 A が上段潜りでリーチがクソ長いポン拳でガード硬直なしで。なるほどなるほど。で、 2A はほぼ全回転 の、 あのリーチの長い下段。すげえ。あ、 AB どうなってるんですかこのゲーム。GABK みたいな感じですよね、基本は。並びは。あ、ボタンの並びです。ボタンの並び。そうですね、キャリバーとほぼ一緒なんですけど、ガードボタンが特殊ボタンなので、まあ、投げとインパクト用の技、あの、ボタンになってます。ガード自体は鉄拳と一緒で後ろです。ガードは後ろと。はい。よし、かかってニュートラルガードあります。1本目、勝負。さあ、こう、竹千代ってキャラが一応裏主人公ですよね。まあ、竹千代そうですね、主人公はなんだけどね、まあ地味ですね。いや、悪いキャラじゃないですけどね。おお、 あれがポンパですね。あー、さあ練習したコンパが出せるか。おお、あのポンケン系の入力はちょっと落ち着いて入力した方が出やすいです。はい、A プラ B が横台です。下段、台切りはコマンド何ですか。台切り、横台切りが A プラ B で、 A プラ B、 縦台切りが、まあ、キャリバーで言ったら B プラ K ですね。 A プラ B か B プラ K。 そうそうそう。おー、あれガードハンデあったんだ。本気ですね。もうね、果敢がないっていう時点でかなりヤバいです。やる、この男。まあ、俺このキャラ、使って3日目ぐらいに、関東の天才の大会出て2位になっちゃったんですよ。おー、それぐらいの簡単な、覚えることも少ないし強いんで。ただ結構研究進むと横に弱いっていうのがバレてきたんで、あそこをうまくごまかすかっていうキャラになってますね、竹千代は。まあ、ポンケン横に弱そうですね。そうですね。シャルロットはやっぱりリーチが長いんで、でコンボでだいたい壁が絡むと6割近く減ることがあるんで。おー、打撃が行きましたね。なぜかバラを投げる、意味がわからないけど。
ほほほほ。